お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、2.3 コストですね。平均コスト 2.3 のアウトロ入りのデッキを紹介したいなと思いますので、こちらなんですけど、まあ、高回転も、超高回転アウトローデッキですね。ということで、出るんですけど、今作りました。で、ミラーあってもいい感じがするんですよね。ミラーあってもすごい強そう。なんですけど、どうだろうな、コウモリがいらないまである。コウモリなしにして、アウトローが 2.2、はい !2.2! 2.2 に変えます。はい、超高回転アウトローデッキですということで、こちらいきます。で、もうこんなん勝てるわけないやみたいな、はい、よくあるあるです。はい、なんですけど、まあ分からない、してみないと分からないですね。ということで、僕も初見です。いきます。今 2.2 か、 2.2 なんで、まあどうにかなると思うんで、回転でどうにか結構出していきますね。基本アウトローで削るしかないんで、よいしょ。でこれはザップいらないっすね。ここはでこれで攻めて、もうアウトローこれ回ってきたんで、いや美味しい。これ待って、分かった、一つ分かった、地味すぎるまあ地味すぎますけど、どうにか皆さん耐えてください。はい、これはもうミラーアイスゴレですね。ミラーアイスゴレでもう防衛。なるほどね。でここはウッド転がしてからのスケルトンで早く溶かして、溶けて OK、 ノーダメージで防衛 OK。 でもう回転早いんでアイスピで削る形でいいかなと思います。これ勝てますね、勝てそう、余裕で勝てそう。混ざる、よし、いきます。はい、おお、並んで並んで、これはで右はウッドザップットみたいな感じでミラーで潰せますね。2,3,4,5,6,7 コスですけど、多分アウトローミラーの方が楽か。アウトローミラーで、でこの左は防衛してあげないといけないんで、いや強い、待って、やばい、ミラーアウトローがいいで、まあガゴマで来たらザップだけでいいんで、これ勝てそうですけど、マジで超絶地味な事件ですね。まあまあまあ勝てばいいんですよね、本当に勝てばいい。よし、はい、でこれはもうザップ打ってあげて、おいしょ、よし。で、これスケルトンいらないけど、結構おらい。なるほどね。ここもウッドで、タワーを削りつつ、その、バスケットにダメージ与えていく。時差がやばい、時差がやばい。よいしょ、これマジで勝った。やば。で、これもウッド流して、これもザップ打って、もうここで打ってあげて、城のダメージですね。ウッドザップしかないんで、もう、この辺で稼いでいくしかない。でも、予備ウッドがさすがに来ないか。OK。で、あと700なんで、ウッド7回ですね。多分。ウッド7回だと足りないのか。ウッドザップを7、8回やれば勝てますね。ということで、ここで、多分、ゴースト的なやつが来るんで、来なかったー、お前じゃない、お前じゃないけど、相手は多分コストない。 OKOK で、これはもうアウトローで受けてあげて、あとウッド4回ぐらいですね。ウッド4回で、ここにウッドは使ってこない。いや、まあってマジで地味、地味すぎますよね。これはまあでもおしゃれにいきましょう。リガーミラーからの、あ、やばい、おしゃれ。まあまあまあ、これはもう余裕で勝ちですね。もう回ったんで、ここでもうウッド転がしてあげて、ジジで、もうザップ打てばこれ三重子も処理できるんで、三重子に対しては強いわ、はい、強い。ということで 2.2
アウトローは強い。はい、あ、ちょっと待って、ショップギターで、でこのアウトロー美味しいですね。40万、あと300ぐらいでレベル12で、このスーパーレア宝箱を乾燥してると、これ結構マジで大事なやつなんですけど、今獲得ゴールド1000、獲得ゴールド、あ、ゴールしてない、お得なんですよこれ。これで1万4000増えてるんですけど、今この追加ゴールドが、これ1万で買ったんですよ。1万ゴールドで宝を買って、1万4000とその前に1000とか増えてるんで、これそのスーパーレアが完走してる人にとってはもうただゴールドが増えるだけの宝箱なんですよね。はい、それです。で宝箱開けて、もう一回いきますね。じゃあ三次子やたまたま相性が良かったみたいなのがあるんで、ここで、まあ、ゴレかジャイカを引いて勝てば、このデッキはもうありよりなりですね。はい、ということでスケルトンを出して、これ、まあ、逆サイディーガーで削りつつ、おー、なるほどね、フォアウトローで受けて、やばい、痛い、死んだ、痛い、後ろのやつがやられた。フォアウトで処理して生きて、あれで枯渇っすね。枯渇なんで、もうウッド、はい、美味しい。これは勝ちたいですけど、削れない事件ですね。まあ、事件しかない。けど、なんとかいける。なんでできるだけ、なんだろ、スケアイスピーやザップで、バレル防衛するのもありな感じがしてきましたね。ここで、ギャングが出てくる。来ない。あー、アウトローもいるのか。で、ここでウッド使って、バレル来ても、まあ、ウッド転がせて、おいしい。で、これは多分スケルトンでいくの。アイスピだと多分まだ処理できないので、でこれでアイスピで処理できます。いや、このダメージが痛い。もう僕、80、90の世界ですから、このダメージ。もう50や。もう、100なんかダメージ受けたら終わりですね。相手の回線が多い。はい、後ろからウトローもなんか微妙な感じしますね。もうディガーでガンガン削るのも出たわ。もうずるい。だからロケットで4500っすかね。ありえない、マジでありえない。でここもウッド使ってギャングかアウトロー来て、美味しい。あー、ダメージ、あ、入れて、もうちょい入って。で、この端前プリンのダメージはマジで入れたらダメなんで。おいしょ。で、ここはもう、あ、でもダックプリがなんか、あ、やばい。これは、スケルトンと、ザップで、なんとか。おいしょ。待って、リガーめっちゃ入るやん。しかもアイスゴレ入る。このアイスゴレの破裂さえもおいしいまである。もう今の、50。超地味ですけど、なんとか。あー、なるほどね。ここはウッド我慢ですね。ウッド我慢の、ディガーで、あー、なるほどね。ここはウッドで防衛で、なんかギャングが出たらこのプリンと一緒に、あー、惜しい、早くやられて、あの、マジアちゃん、このギャングとプリンを一緒に防衛で、ここスケアイスピとザップでバレルは防衛できますね。え、勝った。これマジで相性ありますけど、やだ、このやんちゃん、ザップ、よいしょ、 OK。 でもウッド取ってるんで、で、アイスピ流して、端前プリン警戒の、で、これウッド流していいですね。スケルトンとアイスピザップで防衛できるんで。おー、惜しい、この、あー、やばい、待って。あ、やばい、読まれた。やだ、やばい、やばい。ちょ、待って。いける。参る。来た。はい、ウッドミラーで勝ち。ウッドミラー、まあ、ミラーは意味なかったですけど、勝ち。やば、待って、すっげー、言っていいのかな、言ったらダメか、適当に組んだのに適当に組んだのに、まあ勝てちゃいましたね。え、マジでこれありですね。だって、まあ言ったら30人とかと相性良かったらなりますね。はい、だからゴレとか来たら止めれないまであったんで、まあアウトローミラーでなんとかって感じですけど、まあ枯渇と30人って、まあ良かったのかもしれないですけど、まあ勝てたんで
勝てたことに変わりはないですね。はい、ということで、あ、でこの焼き鳥さっきちょうどマッチングしましたんですけど、まあ GG でしたね。はい、ということで、まあそれはどうでもいいんですけど、まあ今回はこんな感じです。でマジでミラーが強い、まあ僕が好きなんでただ使ってるだけなんですけど、よければこのデッキ使ってみてください。はい、ではバイバイ。